こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラはハッセルブラッド500シリーズの、500クラシックのですね、後継機にあたりますね、 501C になりますね。そしてですね、セットで販売されたこちらのニューシーレンズですね、 80mm プラナーが付属しております。ご覧のようにですね、501C のエンブレムがついております。そして、頭にこの星マークがついておりますので、水路トレーディングカンパニーというですね、以前ハッセルブラッドの正規代理店だった会社の正規輸入品という印になっております。はい、ではですね、ボディの外観から見ていきます。ボディはですね、ほぼあまり使用感が見られず、綺麗な状態だと思いますね。底部も綺麗ですね。張り側とか、この金属の腐食、あれなどは見当たらないですね。こういったウエストレベルの角っこにですね、ちょっと塗装の削れがある程度ですね。ちょっとどっかにぶつけたのかなっていう感じですけどね。はい。そんなにむごいものではないですね。はい。ボディの方の、このブラックの塗装は、綺麗ですね。501C はですね、ブラックのみが販売されましたので、クロームはなくて全部ブラックなんですね。はい、マウント部も綺麗ですね。この巻き上げはこのレバー、ダイヤルですね。はい、バックドアも綺麗ですね。縦に1本ひび割れが見えますけれども、まあ撮影には全く何の関係もないので、全く支障ないですね。はい、あとは汚れとか、ひどいものは全くないですね。白くなっちゃったりもしてないですね。はい。はい、バックドアの動きも全く問題ないですね。はい。いいですね。非常に動きも軽くてですね、問題ないです。はい。ウエストレベルファインダーも綺麗ですね。はい。こちらにちょっとですね、塗装のハゲが見られる程度ですかね。はい。畳のコンも問題ないですね。ちょっとミラーが立ち上がってきにくいかなという感じですね。はい。出てきますね。はい。はい、立ち上がり問題ないと思います。はい。はい、フォーカシングスクリーンはですね、透明性の高いアキュートが装着されておりますね。アキュートマットの D ではないですけれども、標準のアキュートがついているようですね。はい、汚れとか変な書き込みとかなく綺麗ですね。はい、ミラーも劣化なく綺麗です。はい、ボディはこんな感じですね。非常に綺麗な状態だと思います。動きも全く問題ないですね。はい、こういった部分にもサビとか汚れもないですね。続いてこちらのフィルムマガジン、こちらもシリロのマークついてますね。でもって12枚撮りのブラックのフィルムマガジンがついております。スライドもベコベコしたりせずにまっすぐですね。はい、中身を取り出しても腐食とかサビとかないですね。はい、シリアルももちろん一致しております。はい、いいですね。この動きも、はい、カウンター1できっちりストップしますね。はい、でもってですね、今回はフィルムマガジンがもう一個ついてます。はい。で、もう一個ついている方は、こちら24枚撮りのものになりますね。はい。こちらもピースターコーティングがついています。24枚撮りのフィルムが使えるんですけれども、今はほとんど12枚撮りのものしか出回ってないですね。でもって12枚撮りのフィルムも使えるんですけれども、ちょっと細感が不安定になったりするんで、それだけご了承いただければと思います。
こちらも綺麗ですね。はい、外観も削れや皮の縮みなどなし。はい、中も綺麗ですね。はい、シリアルも一致。はい、入りにくいですね。はい、はい、こちらもダイヤル問題ないですね。はい、ということで、フィルムマガジンは12枚と24枚撮りの、はい、マガジンを1個ずつお付けいたします。はい、ボディはこんな感じですね。はい、でもって続いてレンズの方ですね。レンズはご覧の通りですね。すれ、当たり、へこみ、文字のかすれ、素材の塗装や素材の劣化ですね。ゴムの劣化などもなく綺麗ですね。こう落下して歪んだりとか、ガタが来たりもしていませんね。はい、こちらに、プラナー 80mm C の文字が入ってますね。ニュー C タイプと呼ばれるレンズになります。コーティングはティスターコーティングが施されてますね。はい、前玉後ろ玉ともにですね、非常に綺麗で、擦れ傷、ひっかき傷、バルサム切れ、曇りカビは全く見当たりません。チリホコリの混入がですね、ゼロではないようですので、清掃整備をご希望いただける場合はですね、オプションからご選び、オプションからお選びいただければと思います。ちょっと消防車がうるさくてすいません。はい、はい、あと付属品ですけれども、こちらのハッセルブラッドのストラップお付けいたします。そして純正のこちらの UV スカイフィルターですね。はい、はい、こちらをつけっぱなしにしてお使いいただければと思います。それとさらに、こちらの 80mm 用のフードもお付けいたします。これプラスチックですね。はい、これ 80mm 用の、はい、フードになります。はい、こちらのセットになりますね。はい、はい、ということで、ですね、かなり大変いい状態のですね、500シリーズの、クラシックのですね、紅白光景機になるんですね。はい、501C となります。非常にシンプルな作りでしてですね、壊れにくいものですので、ハッセルのエントリーモデルとして非常に人気の高いモデルになっておりますね。ハッセルブラッド500シリーズの 501C ティスターコーティングの、じゃなくて、プラナーの、はい、新入 C80mm と 501C のセットになります。はい、こちらのスターマーク付きスリロトレーディングカンパニーの正規輸入品でございますと。はい、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。